今日は今からそっちの、里芋の掘り跡にジャガイモを植える予定です。ここですね。今トラクターが故障中ですので、この前耕運機で耕しました。耕した分だけちょっと今からジャガイモを植えます。はい、ジャガイモを一応植えてというか置いていきました。で、あとこういう風に肥料をやって、米ぬかですね、米ぬかをやったら あと袋で終了ですね。はい、あら、こっちもやったな。まあいいか。じゃがいもの間に化成肥料と米ぬかをやっていってます。化成肥料はジャガイモに直接当たると良くないということだったんですけど、米ぬかはそういうことはないんだろうけど、まあ念のため、間にやってきました。あとは覆土したら終了です。こんな感じで、あんな感じですね。覆土してます。はい、こんな感じですね。おととしだったか、水痛みで、ジャガイモが全滅したんですよね。だから、だいぶ値上げて植えるのかなと思ったら、こういうやり方でいいっていうことでやってますけど、また今年もなんかちょっと雨が降りそうな感じだから、田んぼでこんなやり方でいいのかなと思ってるんですけど、まあ、親父たちがこんなやり方でいいって言ってるんでやってます。はい、覆土が終わりました。あとはちょっとジャガイモ種が残ってるんで、もう少しこの辺を掘ったらまた植えます。ちょっとここまでしか耕してないんで、ここまでしか植えられなかったんですよね。あの半分は後で掘ったんで。はい、そういうことで、じゃがいも植え作業は終了です。